らっしゃいませ。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。ありがとうございました。ヤガミです。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ヤガミです。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。 いらっしゃいませ。
いえ。八神さん。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よう。よう。八神さん。ええ。八神さん。
八神さん。おい。ああ。
よし、やるか。すいません。
ああ。
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。
げ、時間食っちゃったよ。お願いします。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なあ八神さん。
八神さん。あの、いらっしゃいませ。ねえ。あの、はい。ああ。
加減にしろよ。
Get ready.
しばらく寝とけって。八神さん。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ごめんなさい。いらっしゃいませ。ごめんなさい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
あのー
なあ。ちょっと。時間食っちゃったよ。Thank you.
anyone.
らってください。次は移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙って移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。次に進みます。よく狙ってください。どこを狙うかが、うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。次はどこ移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。次によく狙ってください。どこを移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よくどこを移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを、うまく狙えましたか？自動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。
ました。
しばらく寝とけっての。
残念だったね。ったく、時間食っちゃったよ。なんだと？いい加減にしろよ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。もしもし。ありがとうございました。寝とけって。
らっしゃいませ。気に入った。ありがとうございました。あの、ん？
どうぞ、いらっしゃい。よ、こっちだ、ターボ。綾部に話したら、お前をここへ呼べって言われてよ。ただ、俺も初めての場所だ。いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど、綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな。まあな。ん？おい、誰か来たぞ。いらっしゃい。差を適当に選んでね。よう、釣れてるか今日は。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろ。誰だって。とぼけんじゃねえ。痛え目に遭いてえのか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ、股間を当たりや。俺なんかデカの知り合いに見えるか。なんで綾部がデカって知ってんだ、こんな。え、あ、その。やっぱ奴を知ってんじゃねえか。そうだろうがよ。くそ、汚ねえ真似しやがって。いや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 。綾部に何の用だ。言わねえと痛い目見るぜ。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ。そいつは引っ込めてもらえねえか。いい根性してるじゃねえか。てめえらよ。まだやんのか。どうなんだこれ。もう口も聞けないってよ。もういいよ。二人とも合格だ。合格？綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報を売るんだからな。口の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつらみんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたはカイトさんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って、そりゃお前らが。まあ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 。で、綾部はどこなんだ。受付カウンターの内側よく見てみな。なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノラマンだ。ラマン？
フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語って柄かよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。釣り堀の真下にこんなとこが。ああ。よし。そんじゃまあ、軍資金もあることだしよ。少し遊ばせてもらうか。
やられたな。
ワンペア。ターボ、お楽しみは一旦お預けだ。綾部がいたぞ、ついてこい。どうも、カイトーさん。それと、あんたが八神さん？それとも八神先生って呼んだ方がいいかな？好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署、組対の綾部だ。よろしく。どうだ、ここのカジノは気に入ったか？なんだそりゃ、あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに登場会への見かじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ？凶霊界のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が引き取ってんだよ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。であんたは羽村を無罪にして、その黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。初回サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。分かった。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ？黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ？完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。嫌だね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。覚えとけ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。なるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい？空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。
しゃいませ。ありがとうございました。はい。
これは。なんだ。お。
八神さん。
やってるな、タボ。綾部の捜査資料を見てるんだろ。ああ、そっちはカジノの続きはどうだった？100万の火事。え、まだいけそうだったんだけどな。キリのいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんだよ。それとこれとは別だろう。そっちはモグラを見つけられそうか？いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよく分かった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただモグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。
そいつが国村か。ああ、殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる人妻系です。相手した女の子はかなえちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたか。ちょっとだけ救われるな。これからかなえちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって。何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか。こんばんワイフ、真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに言ってくれて。
いらっしゃいませ。ご指名ありますか？ん？ああ、ご指名ね。お時間すぐに入れるのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん、当店は初めて？じゃあ先にコース決めましょうか。コース？それにオプションも。オプション？それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の65分が1万7000円です。35分コースで。まあ初心者だからね。いやでも初心者だからこそ本当はもっと長くいてもらいたかったな。そういうもんなのか。まあでも別にお客さんの自由ですから、正解も間違いもないから安心してください。ご指名はどうしましょう？今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんですけど。かなえちゃん。かなえちゃんですね。どうかした？かなえちゃんで間違いないね。ああかなえちゃんで。かしこまりました。それじゃあオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。オプションというと？そりゃもういろいろですよ。女の子によっては NG のオプションもあります。かなえちゃんは一つだけ目隠しプレイが NG でして。目隠し？彼女はその目を隠すとかちょっと怖い思いをしたことがありましてね。わかる気がするよ。最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いやまあお気になさらず、お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。どうぞ。金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが？どういうことですか？お前こそなんでこの店なんだ？え？なんてな。教令会の事件を嗅ぎ回ってるって？もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ？そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね、目出し帽の4人組に。ああ、なんだそれ。あれはあんたの差し金ですから。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。だろ健吾。へい。よたこいてんじゃねえぞ俺。かなえちゃんならさっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。へえ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。
永見だ。おやさんか。おう、どうした、なんか調子悪いのか。おやさんとこの頭と厄介事があってね、間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ、お前が来るまで待ってるわ。分かった。溶けてる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
まあ座れよ。はあ、いきなりだがよ、多忙。結論から言うぞ。ん？お前が羽村と何か揉めたとしても俺がしてやれることは何もねえ。なんだよ、おやっさん。ちょっと待ってくれ、話も聞いてくれないのか。話聞いたって時間の無駄だからな。羽村は組の稼ぎ頭でよ、今の俺はその小遣いで細々やってる。ただの飾りだ。え？うちの組のもんは確かに俺の言うことはよく聞く。だがそれが羽村の指示と勝ち合った時にはどうだろうな。多分俺の言葉は聞かなかったことにされちまう。どうしたんだ、おやさん。いつからそんな。昔お前を面倒見てた頃が俺は一番花だったよ、おやさん。それでも怪盗がいりゃここまで羽村が力持つことはなかった。まだ話の途中だ。いや、今終わった。羽村の頭から八神さんに伝言です。ここを出たらすぐにおいでいただきたいと。場所は中道通りの喫茶アルプス。もう一度話がしたいとのことで。そうか、気が向いたら行くよ。あまりうちの頭を怒らせんなよ。てめえも目えぐられんぞ。いらっしゃいませ。空いている席どうぞ。情けねえ野郎だ。親父に泣きつくとはな。ふざけた真似しやがれ。俺はただ頭とこじれた件をおやっさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ。お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。
どうせ口で言っても聞かねえんだろう。ターボガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろう。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。尾崎、死ぬか。ああ、もう構わねえ、殺せ。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ、次は俺の番だろ。Yeah!
かり狙え、剣豪。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目を撃ち抜け。男になれや、剣豪。お前、逃げるよ。ついてきて。何やってんだ、捕まえろ。あっちだ。悪い、ちょっと借りる。ああ、おお、あれ、皆さん、その前にお礼はないの？お前は昼に俺のスマホを。でも返したじゃん。なんで取った？なんで返した？あの時はしつこい警官に追われててさ。そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画？うん、まずスマホを奪うでしょ。すると
あんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。で、あんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ。お互い結果オーライだったでしょ。じゃあ今はなんで俺を助けた？そりゃあ、あれ、なんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな。助かったよ。ならこれでチャラね。なあ、なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ？そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。ヤクザに狙われるような仕事？冗談でしょ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に京麗会とも俺は揉めてる。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ。八神さん、お前俺の名前を。松金組若頭羽村恭平はモグラと通じている。その仮説を裏付けるかのように八神は行く手を阻まれる。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の八神へわずかに差し伸べられる手だが、夜はまだ明けない。ターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。仮面のガキ決まってんだろ。あいつもだバカ野郎。早く出た方がいいぞ海藤さん。今松金組に見つかるとまずい。取り込み中か。よう、ターボ。ヤガミか。久しぶりだな。お前、東か。
頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ、あの人は相当モグラに触られたくないらしい。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよバカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか、頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろ。頭は芸才すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ、怪盗の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや、東。ええ、今日のところはそうします。やっぱあんたに手出すときはこっちも殺す覚悟でいねえと。なら次が楽しみだな。もういい、行け。前にも言いませんでしたっけね、疫病神を略して八神です。すぐに手切った方がいいですよ。東よ、少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよ。タボ、東をつけてきてくれねえか。え？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。わかった、行ってくる。モグラの件とは別だ、依頼料は払うぞ。そんなのいるわけないだろ。それにハムラの情報も手に入るかもしれないしな。